えー、皆さんこんにちは心理カウンセラーのノリタキケンタと申します今日もご覧くださりありがとうございます、えー、今日はですねあれの接種を拒否し続けてきた、えー、テニスのですねジョコビッチから、ま、学ぶ、えー、自分軸を持った生き方というテーマでお話をしてみたいなという風うに思います、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、えー、世界ランキング今現在も1位のですね、えー、テニスの、えー、ジョコビッチ選手がですねなんと今年 全豪オープン、そして全仏オープン、そして、えー、つい先日、全米オープン、まあグランドスラムの4大会、世界4大大会のうちの3つのタイトルをまた優勝という形で、 結果をね、残しましまた。で、これ、今現在、ジョコビッチ36歳なんですけれども、まあ、36歳でここだけのね、これだけの結果を残すというのも本当にすごいことなんですが、もう一つその裏側で言われていることが、実はジョコビッチは、あれを摂取しない。 ことで、昨年ですね、非常に話題になりました。2022年は、これを接種していないことによって、全豪オープン、要はオーストラリアにから入国拒否をされて、追い返されてるんですね。全豪オープン出れなかったんです。さらに、全米オープン、アメリカですね。全米オープンも2022年は接種してないと入れないということで、全米オープンも出場していないんですね。 でその時のことが、えー、最近ですね記事になっていました、えー、今年になって、まあ、いろんな国で、えー、これ接種してなくても、えー、入国ができるように解除されたのでねできるようになっているんですがそしてできるようになって、えー、そこでですね、まあえー、全米全豪、えー、全仏とね3つのタイトルをもぎ取ったというもう本当に、えー、かっこいいなというふうに思うんですが。 5月14日のネットニュースに載っておりました。タイトルがノバクジョコビッチコロナまる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 選手出居で世界一の悪人扱い選手生命の危機を振り返るということでね記事になっていました。ちょっと読んでみたいと思います。テニスの全米オープンこれアメリカですね。全米オープンで最年長優勝したノバクジョコビッチ36歳。 は新型コロナウイルスのアレの接種を拒否し選手としてのキャリアを危うくし世界で一番の悪者のように扱われたと感じたという10日の全米オープンで優勝グランドスラム通算24回目のタイトルを獲得したジョコビッチは昨年1月アレの接種拒否の決断をしたことによりオーストラリアから国外追放され オーストラリアに入れれななかかっったたんんでですす。ね。出アメリカにも入国できず、えー、同年、まあ、2022年のオーストラリアと全米オープンの両方に出場不可となっていたということで、えー、これすごいことなんですよね。えー、これあの、もちろん打てばいいじゃないかという声がその当時大半だったんですよ。もう世の中の世界の流れとしては打たない人が悪い。 打って当たり前でしょみんなのために打つのが当たり前でしょみたいなもうよくわからない同調圧力的な空気感が流れていましたそれはここ日本だけじゃなくて世界的にもそういう流れだったんですねだからあの同じプロのテニスプレーヤーの中でもなぜノバックは打たないんだと打てばいいじゃないかという声もねかなり上がっていたんですがノバック・ジョコビッチは。 私は打たないという決断をね、し続けたんです、ね。要は自分軸を持って、えー、それを決断し続けたんですで。ちょっとね、その先を読んでみたいと思います、えー。そんなジョコビッチは以前、自分は決して反〇〇〇,〇,〇派ではなく、選択の自由を望んでいると主張、えー。僕があれに反対したことはない。しかし、自らの体に何を入れるかについて、選択する自由を常に支持してきたと。 まあ当然のことですよね自分の体に入れるものなのでそれは選択すするる自由があるだろううとということですねえ僕にとって自分の体に対する決断権の原則の方がどのタイトルや他の何よりも大切だから自分の体に何を入れるかその決断を自分が持っていることの方がタイトルよりも大切だということを言ってるんですね。 僕はできるだけ自分の体を把握しようと努力していると BBC に語っていたこのね BBC に語っていたってこれ1年ぐらい前に BBC テレビにでインタビューを受けているんですがその時の映像も YouTube に残っていますのでちょっと後で後ほど紹介したいと思います えっとですね、日本でもかなりこれについては同調圧力的な流れがあったと思います。職職場や職種によってはかなりせざるるを得なかった人も正直いいと思います、まあ、幸いにも僕はですね自分で独立して仕事をしていますのでそういうものは比較的少なかったかもしれないんですが逆にこの独立しているが故に怖さっていうものも当然あるわけですねいろんなね。 え怖さもあったんですけれどもまあちょっとそれは置いといたとして例えば医療関係だったりとかあとは介護関係とかですねそういう人たちは結構ねみんな口を揃えて言うんですねあのうちの会社うちの職場はもう強制だったからもしくは反強制だったからっていう言葉を言うんですねですが、えー、もちろんねそうだったかもしれないあの当時は本当に異常な空気感が流れていたので確かにそういう側面もあったかもしれないでもそれは決して 強制ではなくてこのジョコビッチの、えー、生き方とか選択の仕方から見ていくと、えー、それよりも自分が何を大切にしているかっていうことを自分で選択する権利があるんだっていうことを、えー、思い出してほしいなというふうに思ってこれを取り上げていますちなみにですね全豪オープンまあオーストラリアのね全豪オープンでいうと優勝賞金は2億6,000万円ぐらい。 なんですね優勝すると2億6,000万そして、えー、今回ねジョコビッチが優勝したと言われてる全米オープンは4億3,000万円ぐらいの賞金らしいんですで、えー、しかもジョコビッチは、まあ、最近は結構タイトルを手にしていますので、まあ、優勝する可能性も高かったわけです、えー、これだけのね まあお金のためにもちろんプレイしているわけではないかもしれないんですが、この、これだけの賞金を手にすることができるかもしれないということが分かっているんだけれども、そこに対する迷いはなく、で、たとえ出れなかったとしても、僕はしないということを選択した。しかもね、これ自分一人だけの問題じゃなかったと思うんですね。例えばチームが あるわけです、ね、まああのコーチがいたりとか、えー、いろんなねそのもうすごいジョコビッチぐらいの選手になるといろんな分野で食事の分野だったりとかトレーニングの分野だったりとか一体のメンテナンスの分野だったりとかもう多分たくさんの人数で、えー、チームを組んでいたりとかあとはスポンサーとの兼ね合いもあると思いますスポンサーからすると、えー、活躍してほしい出てほしい、えー、いろんなね思惑があると思いますそういう自分が抱えている身の回りのものも含めて そういう人たちのことも考えながらもでもやっぱり出ないっていう選択をしたんですね、えー、それは本当にね自分軸を持った生き方だなというふうに思います、えー、自分軸の反対側というのは他人軸と言われていますみんながするから自分もしなければいけないとか周りの人が進めるから自分がしなきゃいけない自分もやらなきゃいけない周りの人たちがするのが当たり前でしょとかね いろんなことを言うから自分もそうしなければいけない本当は自分は違う選択をしたいのに周りの人の意見だったりとか周りの人の空気感を見て自分の選択を変えるこれを他人軸 の生き方とという,ふうによく心理学とかでは言ったりしますそれと反対に周りの人たちが何を言ったとしても周りの人たちがどういうことを言ったとしても自分はこう生きるんだ自分はこういう選択をするんだっていうことを自分の信念をね持ってそれを選択した生き方というのが自分軸を持った生き方と言ったりしますでなぜ今このタイミングでこの話をしているかまあジョコビッチのことはね一度きちんと取り上げたいなと思っていたんですけれどもこれ 今回、まあ、秋9月20日から新しい XBB タイプのものがスタートします、えー。それだけじゃなくて、今後ですね、まあ、いろんな、これはね、まだ憶測の段階なんで、あくまでもそういう可能性もあるということなんですが、これからですね、また新しいタイプのものが出てきて、新しい流れにまた同じような流れ、ひょっとしたら前回よりも厳しいような流れがで 今後出てくる可能性もあるというふうに言われていたりとかもしくは全く新しいタイプの感染症が出てくるんじゃないかそしてそれが出てきた時のことを想定して WHO の動きだったりとか、まあ、日本の政府の動きだったりとか、まあ、世界の動きというものが着々といろんな準備が進んでいるような感じがしています。 も、まあ、もちろんん起きなけけれればいいんですけれどもねただしまた同じようなことが起きた時に、えー、今度皆さん一人一人が今回の経験を踏まえてどう自分が何を選択するのかそれは本当に強制なのか強制じゃないのかそして、えー、同調圧力に対してそれでも自分の体に入れるものを自分で責任を持ってそれを決めるという選択ができるかどうかっていうのは非常に大きな、えー、大きなテーマだと思うんですね。 でえー、この先ほど言った、えー、と BBC のニュースにでインタビューをしている、ねえー、動画が、えー、YouTube 上にまだ残っています。概要欄にリンク貼っておきますのでぜひぜひこれで、ね、多くの人に見てほしいと思います。ちょっととその一部分だけご紹介したいと思い思ますこれ BBC ニュースで、えーある 記者がですね、インタビューしてるんですね。それに対してジョコビッチが答える形になってるんですが、これが放送されたのがですね、2022年の2月17日に、この YouTube 上には、えー、公開されています。ちょうど全豪オープン、オーストラリアから、えー、国外退去になって、えー、全豪オープンに出場できなかった後の、えー、インタビューだと思います。えー、その中で、えー、ジョコビッチはこう言ってるんですね。テニスという非常にグローバルな競技に携わる私は、 毎週のように異なる場所でプレーしますと。えー、ですので自分の決断がもたらす結果は理解しています。その結果の一つがオーストラリアには行かないというものでした。行かない覚悟はできていた。えー、現在では、あれね、ままるるまるまる未接種だと移動できず、まあ、移動すらできないと。えー、そしてほとんどの大会に参加できないことも理解していますと。 でそれに対してえ記者がね、こう言うんですね、インタビュアーが。えその犠牲を払うつもりだとってね、聞いてるんですね、えー。それに対して、その代償を払う用意がありますと。でもまた記者がこう質問するわけです、えー。あれの接種に対し非常に強い思いを持つことで、最終的に自分が史上最高のプレイヤーになるチャンスを手放す覚悟はありますかって、ね、あれをしないことによって、 自分が史上最高のプレイヤーになるチャンスを逃してしまう可能性もあるわけです。もう、まあ、この時点でね、まあ、史上最高のプレイヤーの一人ではあるんですが、もっとすごい記録を打ち立てれたかもしれない。テニス選手、特に30、この当時多分34歳か5歳だったと思うんですが、もうテニス選手の寿命がもう近づいているわけですね。この1年、 が、どれだけ大事な一年かっていうことは、逆の立場で考えてみると、本当にすごく貴重な一年だったと思うんですね。しかし、それを手放すということは、自分が史上最高のプレイヤーになるチャンスを手放す覚悟はありますか、ね、聞いてるんですね。それに対して、ジョコビッチは迷わず、イエスって、ありますと。えー、また記者がこう聞くわけですね。今のままでは、全仏オープン、まあフランスですね。全仏オープンを欠場することになると。 その代償を払う用意があるということですかって聞いてるんですねで。それに対してジョコビッチはまたイエス、ええ。その代償を払う用意があります。それに対してもう一度記者が聞くわけですね。今年のウィンブルドンを欠場することになってもそれに対してジョコビッチはイエスって。はい。迷わず答えてるんですね。えー、それに対して記者が理解できないような感じでこう聞くわけです。FWY! なぜですかノバック一体なぜ聞くわけですねでそれに対してジョコビッチがこう答えています自分の体について自分で決定するという原則はどんなタイトルよりも何よりも大事だからですもう一度言いますね自分の体について自分で決定するという原則はどんなタイトルよりも何よりも大事だからです 私はできる限り自分の体に合うことをしようとしているんですというふうに答えてるんですねこれ本当にね大事なことだと思います、えー、自分の体について自分で決定するという原則はどんなタイトルよりも何よりも大事だからですただこれだけこれだけのことで他のタイトルもしくは、えー、自分のねこれからの 過去、史上最高のプレイヤーになるチャンスを手放したとしてもたとえ、それでも自分の体に入れるものは自分で選択するしたい、選択する権利があるということを貫き通して、2022年はかなり大会に出れなかったんですね。まあ、一部の大会には出てるんですが、かなり大きな大会には出,出れなかった。それでも我慢した。 そして、世界中からね、悪者扱いにされた。先ほどの記事にもありましたが、世界一の悪,悪人扱い。これしてないと悪人扱いですよ。もうその当時はね、結構本当にね、そんなような感じで、いろんな報道がされていました。本当にひどいと思います。で、それでも自分の自分軸を持って、自分の選択を貫き通して、そしてかっこいいところは、2023年になってですね、 全豪オープン全仏オープンそして全米オープンタイトルをものにしたっていうのは本当にかっこいいなというふうに思いますまあ結果ねそれが出せなかったとしても僕はこの2022年にその選択をしたということは本当に僕は一人の人間としてかっこいいと思いますし尊敬していますえ いろいろ同調圧力的なこといっぱいあったと思いますそして人の目を気にして本当はしたくないのにマスクをしなきゃいけなかったりとか本当はしたくないのに職場から言われたからしなきゃいけなかったりとかまあそういうこともあったと思いますやっぱりねいろんな経験があったと思いますそれを踏まえてこれから僕たちが自分たちのね未来を自分たちの手で作っていくためにはどういう選択をしていくのが大事なのかということを 本当に考えていいいく必要があるんじゃないかなかと思います他人軸で生きている時周りの人が言ったからとか周りの人がこうしなさいって言ったから周りの人の意見を聞いて自分の意見を本当はしたくないのにするっていうのはこれ他人軸を持った生き方と言ったんですがこれは自分の人生のバトンを一人一人が神様からもらっているとしたらそのバトンを自分以外の他人に預けているようなものなんですね。せっかかく神様から あなたはあなたの人生を生きなさいねって神様からバトンを一人一人がもらっているとしたらそのバトンを握っっててるのは誰かってことなんです僕のバトンを握ってるのは僕なんですねだから前の人がどう言おうか前の人がどんなに批判したとしても、ね、僕は自分の人生を自分の選択で生きる権利があるし自分がどういうふうに生きたいのか何を選択したいのかっていうのは自分が決める。 権利があるということなんです。それ、そしてそれは僕だけじゃなくて、皆さん一人一人にきっと神様から人生のバトンをもらってるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ一緒に自分軸を持った生き方をしていけいく人がですね、増えて来ればなんか素晴らしい未来になるんじゃないかなと思いますし、また同じようなことが起きた時に。 この結果がねまたいろいろ変わってくるんじゃないかなというふうに思います概要欄にね BBC ニュースのテレビの,あの動画貼っておきますのでよかったら見てあの感想などねコメントなどいただけたら嬉しいなと思いますそれでは皆さんまた会いましょうバイバイ